練習問題です。さてサイズオブ A いくらですか。サイズオブ B これはいくらでしょう。じゃあ答え言っちゃいますよ。 A はね4文字に終わりに縫る文字つきますから5です。で B につきましてはこれ何文字入ってるか関係ない話、いやまあ入ってなくてもあのデータがなくても構いません。ポインターのサイズですから64ビット版のビジュアルスタジオ C 言語 C++ コンパイラーでは8バイト、32ビット版では4バイト、こういうことになります。次の問題です。これかなり難しいかも、それぞれのサイズはいくらでしょうかという問題です。じゃあはい、まず考え方からなんですけれども、アスタリスクついてる文字列、これはだからキャラクター型になるでしょ。 A という文字列に対してアスタリスクがつけば A という文字そのものになります。 C 言語 C++ 関係なくどっちでも同じです。それでキャラクター足すキャラクター、上の問題はね、キャラクター足すキャラクターってあのインテジャープロモーションのお話しましたね。キャラクター足すキャラクターなんてできないから、そういうちっちゃい方の足し算とかももうやってる暇ない、いや 暇がないとかは関係ないけど、そういうものは取り扱わない、ね、インテジャー型イント型で足し算はやりますよ。従いましてサイズオブのこの足し算、キャラクター足すキャラクター、それはイント型のサイズなんだ、4倍とビジュアルスタジオの場合でした。で一方下の方はアンドがついてますからね、ポインターです。ポインターにキャラクターを足す、キャラクター足すって言われても、だからそういう小さいデータ型はもう構ってらんないと、だからイント型ですよということになるんだけど、だけどその話は別にどうでもいい話になってて、っていうのはだってポインターに何かそのイント型の値足してもね、やっぱそれポインターだから、結局これポインター型のサイズだよね、その何足そうがね、ということでポインターのサイズ、それはすなわちまあ64ビット版であれば8、32ビット版ではあれば4ということでした。では応用プログラミングやってみますかね。MR6.h って言ってストラクトサンプル型、それでねキャラクターの名前128バイトね、イントじゃ年齢とかいうことにしようかな、例えばこういうふうな構造体があったとします。で名簿なんか作ろうかなと、そういう場合にじゃあ10人分、いや 10って決まってたら面白くないね、配列にしちゃえばいいから、いやそれはだから、こうでしょ、名簿10人分ってやっちゃえばいいんだもん。そうじゃなくて、入力された人数分何人分必要ですかみたいなね、入力された人数分の、名簿を用意するっていう場合どうするんですか。イント人数、ここですよ、スキャン F パーセント D 人数、こうです、1ですね、1とやったあれだ、 stdio.h をインクルードする、で人数がちゃんと入力されました、 この1っていうのはそういう意味ですからね、ちゃんと入力されましたってなったら、ここに人数と書きたいか、これはまあダメ、これねエラーになっちゃう。そこで MR6 をやりますよと。MR6 どう書けばいいですか。ストラクトサンプル型で1人分で何バイトなのかな、128+4 だからとかね、計算しちゃダメです。そうじゃなくて、
ストラクトサンプル型のサイズでしょ、かける人数、こうすればいいでしょ。これで必要なメモリー量がわかる。こうです。ね。それで、ストラクトサンプルのポインターをご用意して入れてやればいい。今 C++ なんです、実は。ソースファイル。そのため、こういうふうに、ね。エラーになってしまう。なので、サンプル型にキャスト、ストラクター、C 言語の書き方でやっとこうですね。C++ ですとこうです。C 言語の場合書かなくていいんです、そもそも。エラーにならない。はい、ちょっとだから今、例がちょっとおかしいんだが、まあじゃあこう書いておきますよ。はい。このようにして、サンプル型、サンプル型のサイズかける人数ね、これでメモリーを割り付けることができる。んー、ただこれもうちょっとね工夫が欲しいかなと思いました。構造体今サンプルってやっちゃったんだけど、サンプルがサンプル1サンプル2サンプル3もう3つも4つも5つも6つももう10個20個とたくさん構造体出てきました。まあそれがいいか悪いかっていう話もあるんだけどね。まあしかし構造体がいくつもあって、じゃあサンプル2って用意しましょうか。こんな感じでね。でちょっと住所も入れてもらおうかな。アドレス256、うん、あ、そうだ、サンプル2型を、ここで使って、サンプル2型だわ、そうだそうだ。ここでもうバグになっちゃってるでしょ、これわかりますか。ここも変えなきゃダメでしょ。まずかったねこれね。っていうか、この書き方では常にその危険性があるんですね。え、間違えてもだってエラーにならないんだもん、これ。動かしたらおかしくなるでしょ。だって、こっちは、住所分のあの場所がないんですよ、これ。ね。めちゃくちゃでしょ。ですからね、ここが良くない。ここが。サイズオブサンプル型のってどうして書くんですか。サンプル2にしなきゃいけない。でもいい。それはここをサンプル2にしようと思ったからです。じゃあサンプル3になったらどうするんですか。またここ書き換え忘れちゃうでしょ。サンプル4になったらまた忘れちゃうでしょ。永遠に問題はね、潜在的に残る。直しても直しても残る。だからこの書き方は良くないですね。どうすればいいんでしょうか。こうです。サイズオブのアスタリスク P。P が指しているデータの大きさですからね。P が指しているデータはサンプル型ですよね。あ、サンプル2型ですよね。だここ変えれば、サンプル型にまた戻しましょうか。で、こうしますと、このキャストについてはエラーで教えてもらいます。あ、ちょっとこれ違ってますけどって教えてもらいます。ここは教えてもらえないの、ここは。カッコ型で書いてた。それがバグになるんです。それを直すのにいくらかかるんでしょう。お金ですよ。仕事でやってたら。それを直すのに何時間かかる。1時間あたりいくらなんでしょう。ね。そういう損害が発生してしまうわけです。ここは軽いの。ここは。キャストはね、コンパイラーが教えてくれる。ここは誰も教えてくれません。でも、アスタリスク P と書いておけば、間違いは防げます。それもこれも、サイズオブについてね、よく理解しておくこと。サイズオブについて慣れておくこと。まあ、今回、サイズオブ入門ということで、6本の動画を作りました。もうこれだけ見とけば、サイズオブの入門は終了、完了って言っていいんじゃないでしょうかね。あとはもうだから入門は終わりですよ。
もう実践、こういうふうにサイズオブをどんどん使って、そして目的はプログラムを、堅牢なものにする、強いものにする、バグに強いってことですね。バグを作ってはいけない、まあ作ってはいけないって作っちゃうけどね、バグゼロはそれはなかなかできません。しかしバグが多いプログラム、少ないプログラム、その違いはありますよ。バグが少ないプログラムは費用が少なく抑えられます。バグが多いってことは費用がかかってしまう。え、そんなにかかるの、あ、もう頼むのやめよう、次からやめよう、あそこには頼まないわ、サイズオブでカッコ型って書いちゃってんだもん、そういうことするとまた次どうなるか分かんないもんね、あ、またそのバグも嫌になっちゃいますね、頼む方はね、お金かかるわけだから、はい、そういうわけでバグが本当に少なくなるよ、そのためにどうしたらいいかっていうことをいろいろ考える。サイズオブはまあちっちゃい話かもしれないけども、そういうバグを少なくするためにね、サイズオブを正しく使うといいですね。そしてサイズオブは、最初にね、入門1でお話しましたけど、括弧はいらないんですよ。書いてもいいですよ。いいけど、いらない括弧なんですよ、これ。いらない括弧っていくらでも書けるんです、こうやって。もう、いくらでも、ここに書いてもいいんだよ、こうやって。でも、そうやって複雑なものにしちゃうと、バグは増えます。間違いが増えちゃう。または間違いが隠れてしまう。いらない括弧は書かないようにしましょう。型の場合だけいるんです。型の名前を書く場合のみです。そうじゃない場合はいらない。ただし、優先順位、式の場合でね、優先順位の関係で必要になることがありますので、そこは注意が必要ですけれども、はい、こんな感じでだいたい応用コードいいでしょうか。まあご自身でいろいろとプログラム作ってみてください。イント型データをこの人数っていうのを N にしてね、イント型データを N 個、 N っていうのをスキャン F で入力させる、そういう配列を MR ロックするとかね、そういうのをやってみてください。まあ、ちなみに C 言語ですからこういうふうにやるわけで、 C++ でしたら、そもそもはね、ここは new ですからね、サイズオブとかはいらないわけです。 C++ はその点強いですね、 C 言語よりも。なので C++ の本当に今勉強中ということであれば、MRLOCK はいらないです。いらないんですが、MRLOCK についても熟知しているというのが望ましいですね。C++ をやるってことは C 言語は全部知っているという状態にぜひなっていただきたい。またそうでなければ C++ は、ちょっとまだあれですね、十分とは言えない。C++ のことだけ知ってますっていうのは、基本的にありえないことです。C 言語のことを全て知っていることが求められると言っていいと思います。以上になります。サイズオブについて、全体でだいぶね、長くお話をしましたが、なんか部分的に忘れたりなんかしたときにね、見直していただければと思います。以上です。ご覧いただきましてありがとうございました。これで終わります。